青島くんは意地悪、救済さ恋愛、の悩み、チンタオ、スノーマン渡辺翔太と、ユキの、中村アンのすれ違い視聴者、年下に言えない気持ちわかる、高い壁なんだなって実感。連続ドラマ、青島くんは意地悪、テレビ朝日系、土曜午後11時、の第7話が8月31日に放送され、9歳下のチンタオ、渡辺翔太さん、と付き合うユキの、中村アンさん、のセリフに注目が集まった。青島が無邪気に発した、結婚とか全然考えてない、という言葉に、ユキノは悩む。重い女にはなりたくないと、チンタオの本心を聞けないユキノ。同期で元彼の藤原、高橋光臣さんには悩みを打ち明けるが、一方のチンタオは、ユキノと藤原の親しげに話す姿に嫉妬する。チンタオは藤原から、ユキノが悩んでいることを聞く。ユキノに、どうして藤原さんから聞かされるんですかと、直接打ち明けてくれなかった不満をぶつけた。すると、ユキノは、チンタオくんにそんな簡単に聞けるわけないじゃない。私、35だよ。周りに心配されないように不安を一個ずつ潰して。5年後、10年後の準備してるような、そんな年なの、結婚とかは考えてないっていうチンタオくんにこんなこと言えないでしょ。重たいって思うでしょ。やっぱり年の差って大きいよねと、複雑な胸中を明かした。同話のラストは、二人がすれ違いを解消して仲直りする展開となったが、SNS で視聴者から、結婚や年齢差のことで思い悩むユキノさんの気持ちすっごくわかる。やっぱり年の差って大きいね。年下のチンタオくんに言えない気持ちわかる。チンタオくんは他人から聞かされるのも嫌だったよね。どちらも寂しいし切なかったね。年の差なんて関係ないって簡単に言えるけど当事者からしたら本当に乗り越えられない高い壁なんだなって実感、といった声が上がっていた。ドラマは、吉井優さん作の人気ウェブ漫画を、スノーマンの渡辺さんと、中村さんをダブル主演で実写化。恋愛から遠ざかってきたユキノと、旧年下の同僚のチンタオの恋模様を描く。